固たる道民にやってまいりました。10階は25号室、102号でございますが、最上階。ね、いただきました。隣町余市から車で30分ほどかけて来られる。近くていいね。近くていい。俺なんかはもう帰りなんて2時間3時間運転したくないからね、ちょうどいいでございますよ。ね、内装も綺麗ですね。内装綺麗。温泉旅館とか行くとね、もうこういうとこ、ボロボロですけどね、ここはね、やっぱ綺麗ですね。あら、おしゃれな、こういうランプいいね。こういうのおしゃれだな。まあ、洗面台もね、シックな感じで、コンパクト。そして、おトイレ。ね、こんな感じ。シャワールームのみ。いや、これぐらいのがね、いいね。潔くって。いらないもんね、風呂のね、これぐらいは、その代わり、ここをね、シャワーカーテンじゃなくて、こういうのでね、ちゃんとした扉でね、こうし、あのー、ユニットバスじゃなくて、これぐらい潔い方がいいな。ね。と思います、僕は。すごいコンパクトでいいね。で、ここにはね、温泉がついてますからね、サウナと。結構ガッチリとしたサウナと温泉がついてるみたいなんで、だからユニットバスいらないと思いますね。さあ、そして部屋でございますけど、なんとダブル。一人でダブルですよ。空気清浄機。このランプにね。これメインを置ける。ここもつけれるのか。で、メインは？メインは消す。メイン消すのはどっちだ？メインを消す。これか。こうなるわけだ。いいじゃない。いや、ダブルですよ。これは。贅沢。しかもね、これね、ドービー割りなんで、4000円なんですね。ほんと8000円なんだって。8000円で泊まるんだけど、ここ8000円で泊まるんだけど、道民割で半額なんで4000円。なおかつ、これがついてくるんですよ。道民旅得クーポン、これ2000円分ついてくるから、実質、朝ごはん食い放題、海鮮食い放題と、ね、温泉入り放題。で、ゆっくり12時チェックアウト。そしてダブルベッドがついて、なんと実質2000円という、安い。住める。2000円だよ。まあ、月に5日しか使えないんだけど、一人ね。ほら。ね。見てください。外はね、もうこの絶景見てください。この絶景。絶景ですよ。ビルしか見えないっていうね。これ、小樽の、小樽のあれがね、駅前ですけど、全然駅とか、そういった、もう、こんな感じ。ねえ。やっぱり、あれなんだね。安いだけあるね。お高い部屋は、あっちとか見えんでしょ？海とか。ちょっとね、道民割じゃない人はあれなんでしょ？運河とか、運河っていうか、駅前とか見えんでしょ？大丈夫ですよ。2000円ですから文句言いません。2000円ですから。いや。寝てみる、ちょっと。寝てみるかい？いるかい？よいしょ。いや、寝心地もいいな。いいね。誰が望んでるんだ、この俺のベッドシーンを誰が望んでるんだと、お思いでしょうかね。いや、寝心地もね、硬すぎず、柔らかすぎず、まあ、確か、アパには負けるな。アパのクラウドっていうベッドはね、すげえ、ブワーって沈むんですよ、ブワーって。あれすごかった、クラウドだったかな。まあ、ちょっとあれには負けますね。あれは勝てないかな、やっぱね。
でも雰囲気はね、すごい、アパより、アパ狭いんですよ、やっぱりちょっと。アパ狭いか、広くてもなんか古臭いっていうか、なんか、老舗の旅館買い取って作り直しましたよっていうのがね、丸分かりなんですよ。だけど、これはね、ここはね、いいですよ、非常に。うん。ベッドから、周りもね、ほらほら、こんな感じ。非常に落ち着く。うん。いいね。いいよ。いいよ、いいよ、松本いいよ。ね、うん。最高じゃないか。これでお風呂だね。うん。サウナ入って整ってこようかな。そしたら、早速、整っちゃう感じだ。いいね。これくらいの、これくらいの部屋落ち着くな。これ、落ち着くな、これ。落ち着く。うん。でも、住むとごちゃごちゃしていくんだろう。ありがとうございました。また。you